月刊、コロコロコミックが並ぶ、売り場の中央。コミックボンボンと隣り合わせになっている。2004年撮影、月刊、コロコロコミックは、小学館が発行している、小学生向けの月刊漫画雑誌。1977年5月15日創刊。漫画の他に、様々なキャラクターや玩具、ゲームなどを扱っている。月刊、コロコロコミックと、別冊。 コロコロコミックとコロコロ一番はコロコロ三兄弟と呼ばれる少年漫画雑誌の読者層が上がっている中で小学生が読むための漫画雑誌として創刊学年誌より一回り小さいサイズとすることにより余った紙を厚さに回しこの手にした時のコロコロとしたスタイルからコロコロコミックと命名された創刊当初は3ヶ月に1回の刊行。 4号より、各月間12号より月間現在は、毎月15日頃発売。通称、コロコロ。別冊との区別のため市内では、ガツ、コロと書かれている場合もある。マスコットキャラは、初代が、コロちゃんという名称で、頭に毛が3本、白く丸い体に目と口、手足が生えているというキャラクターだった。 二代目は1981年4月号以降、コロドラゴンとなり、現在に至っている。コロドラゴンの名は、読者からの公募によって決まった。創刊当初は、赤塚不二雄や川崎登といった、有名漫画家の漫画作品や、ドラえもん、忍者ハットリくんをはじめとする、藤子不二雄作品を掲載していた。ゲームメーカーやメーカーとタイアップした漫画や記事を、掲載し、 ファミコン、ビックリマン、アーケードゲーム、ミニオンク、バーコードバトラー、ポケモン、ビーダマン、ハイパーヨーヨー、ベイブレード、デュエルマスターズ、ゾイド、コー王者、ムシキング、妖怪ウォッチなど、各商品で、ブーム、社会現象を巻き起こした。1980年代年代には、藤子作品や、おぼちゃまくん、鶴ぴかはげ丸といった、ギャグアニメが、テレビ朝日系列で放映され、 人気を博す。1990年代以降は子供が見られる時間帯のテレビアニメ枠の減少もあり、アニメに積極的なテレビ東京系でのアニメ化が多い。例外はガングとのタイアップ漫画からアニメ化された BB ダマンバックガイデント。1989年と1990年に番外編が連載された日本テレビ系制作。 放送の、マジにエ雄伝渡るシリーズ、奇獣新世紀、ゾイドである。また、放送中のテレビアニメとタイアップした、コミカライズ版を連載することも多い。内容や設定が定年齢層には分かりづらかったり、月間連載であることから、毎週放送のアニメに遅れないため、内容の一部をカットすることも多い。これら玩具やホビー、アニメとのタイアップ作品では、 関連商品の売り上げや読者人気の低迷等で、連載作品としては不発に終わり、打ち切られるケースも少なくない。人気面ではなく、編成の都合で突如打ち切りとなる場合も多い。近年では、新連載となる、もしくは番外編が掲載される場合は大蔵ページで、別冊付録として掲載されるケースも多く見られる。メインの読者層となる。 男子小学生をターゲットにした下ネタや暴力的なギャグが多く、PTA からは常にクレームがついている。特に、おぼっちゃまくんの連載時には、男児の性器の露出や、能動的な排泄で笑いを取る下ネタに対して、多大な批判を浴びた。初期の頃から若い女性がチブサを露出するなどの、ヌード描写が少なからず見られたほか、1995年前後には、 猟奇的描写や差別用語、ホモをネタにした作品も存在したが、2003年頃には出版業界全体で自主規制が行われるようになり、ほぼ見られなくなった。2000年代以降でもペンギンの問題など男性の全裸キャラクターが登場する作品自体は存在するが、男性気部分には上の塗りつぶしやモザイクのトーンで隠すなどの自主規制が行われるようになった。 下ネタの中でも男性器、排泄物を扱うことが多いのは、メインの読者層である小学4から6年生の男児の受けが圧倒的に良いためで、編集部ではこれを、うんこ、ちんちん原理主義と呼んでいる。逆の理由で、女の子が主人公の作品が掲載される例は、少なく、六代目編集長の横田清は、女の子に興味を持ち出したら、その子たちは、 コロコロを卒業していってもらっていい。それは子供が成長して次の段階に入ったということと語り、いわゆるラブコメなどを掲載しない理由としている。そのため、少年誌や青年誌に見られるようなお色気描写や性的描写は非常に少ない。2018年3月号掲載のやりすぎ。いたずらくんの作中でチンギスカンの肖像画に。 品のない落書きをする表現があり、朝小龍が自身のツイッターアカウントで批判。これを知ったモンゴル大使館が同年2月23日に外務省に抗議する事態にまで発展し、小学館は謝罪に至ることとなり、同年3月6日に同号の販売を中止し、書店へ返品するよう申し出ると発表した。作者の吉野は、 ツイッターアカウントを非公開にする対策を施したが、6日に公式サイト上で謝罪している。なお、前述の問題作が掲載された号は一部のフリマアプリで2000円で売りに出されたものも出ている。なお、小学高校学年以上を対象とした派生誌であるハイパーコロコロコミックガッタやコロコロ G では男子側の第二次成長に関わる下ネタやお色気、 暴力、猟奇的描写を取り入れた作品を多く扱っていた。一般的にコロコロのライバルとしては、コミックボンボンが挙げられるほか、ボンボンイの衰退後は、月刊少年ガンガンを挙げる人間も多い。ただ、コロコロ編集部内では、ボンボンイよりも、むしろ、週刊少年ジャンプをライバルとして意識していたという。なお、そう間もない頃の、テレビくんの広告では、 同じ出版社から出されている、コロコロを名指しで、ライバル視した表現がされていた。自動詞であるため、女性タレントのグラビア等は、基本的に存在しないが、お笑い芸人やスポーツ選手の特集や、バラエティ番組や、テレビドラマのタイアップは稀に組まれることがある。また、2000年代前半頃に、ビールのポスター風の水着女性の広告が載せられた、ことがある。 2021年12月号現在で連載中の作品。単行本のレーベルは、テントウムシコミックスである。毎月28日発売。連載作品の単行本は、藤子藤代作品などの一部の例外を除いて、連載終了後間もなく、絶版にされる作品が多く、単行本の回転が非常に早いことも特徴である。また、 メジャー誌としては珍しく未単行本化作品や単行、本未収録エピソードも多い。その理由も、表現問題等ではなく、一貫文を出すには、ページ数が不足しているためというものが多い。打ち切り、作品も含め過去に連載、絶版されていた作品が、インターネットコミュニティ上で紹介されることが多く、2000年代より、 復刊 .com などで再販を呼びかける運動が起こり、復刊 .com やサブカルチャー系の出版社から完全版などと称したアンソロジー形式で出版されることがある。なお、2007年の熱血、コロコロ伝説の企画により、1980年代を中心としたごく一部のタイトルは小学館から再販されている。2009年より、 過去の点灯虫コミックスと未単行本化作品の低本データをコンテンツワークスのオンデマンド出版サイトコミックパークに順次供給しており同サイトを通じて正規ルートでオンデマンド製本された単行本を入手することが可能となった。また一部タイトルは小学館により電子書籍化され電子書籍販売サイトに供給している。 店頭虫ムシコミックスに未収録となっていたドラえもんの話をまとめて読むことができるようにと方法を模索した結果がコロコロコミック創刊の発端でドラえもんを中心として藤子藤代作品を集めた新しい児童向けの雑誌として創刊準備は進められた少年漫画雑誌の読者層が上がっている中で小学生が読む本当の意味での漫画雑誌を作りたい という創刊編集長である、千葉和春の言葉に、藤子 F は感化され、自身のすべての作品の掲載権を預けるとまで言って、協力している。小学館の学年別学習雑誌へ掲載された、ドラえもんの総集編の色合いが強い雑誌として、創刊された。そのため、創刊後の表紙は、ドラえもんという文字が氏名よりも、大きな字で書かれている。 創刊当初は、毎号、ドラえもんが100ページ掲載されているのが売りになる点だった。なお、創刊号は200ページ、第2号は150ページ掲載され、1995年8月号まで続けていた。ドラえもんのテレビ化開始直前には、1979年3月15日号を、ドラえもんテレビ化記念お祝い特別号の副題で発行。 テレビ放映開始後の1979年と1980年の2回、別冊で、コロコロコミックデラックス、テレビ版ドラえもんも発行された。映画作品の原作である、大長編ドラえもんを、映画公開前に掲載するなど、ドラえもんを全面に打ち出し、その他にも多数の藤子藤雄作品が掲載された。藤子 F 藤尾の死後は、藤子プロの手による、 大長編ドラえもんや、派生的な漫画、ドラベースドラえもん超野球外伝が掲載され、ドラえもんの再収録が2002年4月号より行われている。背拍子のデザインは4月号翌年3月号までの1年単位で統一されている。相関号からの通貫ナンバーが記載されており、ドラえもんが必ず描かれているのが特徴である。初期の頃には、 藤子不二雄のアシスタント陣による藤子不二雄日記や藤子不二雄の漫画入門などの連載があったほか藤本と阿ビ子の出会いからデビュー当初までを描く漫画道を年少向けに作り直したものとも言える藤子不二雄物語ハムサラダくんもあったまたチーフアシスタントだった片倉洋二によるドラえもん百科が連載されここからドラえもんの裏設定が生まれていった 小学館新人コミック大賞の児童部門である藤子藤尾賞の結果発表と受賞作品の掲載紙としても使われていた。1980年代1990年代前半にかけて年3回刊行されていた増刊号。本のサイズは本誌と同様だがページは少ない。内容は特集記事と本誌連載作品の番外編。 読み切り作品、新人作家の新人賞受賞作品といった具合に別冊と似通った構成ではあるが、読者コーナーや作家の端末コメントは存在しない。ドラえもんテレビアニメ放映化に伴い、番組、制作内容を特集したもので、カラーページを多用。1979年に第1号、1980年に第2号。 発行1981年3月28日、創刊。多摩数月発売の隔月間である。1988年創刊。本市二代目編集長である、福島進江によって立ち上げられた常時向け漫画雑誌。月刊コロ,コロコロコミックの編集方針を少女向け雑誌へと応用する形で創刊され。 元気な女の子たちの新漫画雑誌というキャッチコピーの元女の子向けのコロコロコミックを目指した雑誌名のぴょんぴょんも本誌の使命であるコロコロと交代称となるよう本誌を習う形でオノマトペから名付けられたものである創刊時は格月刊誌として始まり翌1989年1月号より月刊化に至るが 1992年に入ってからは、不審が続き、同10月号にて休館。編集部及び、作家陣は、チャオに併合されて引き継がれた。この併合が2000年代以降の、チャオのメディア戦略に、大きな影響を与えたとされる。1999年創刊。コロコロの高額年版という位置づけであった。売り上げ不審のため、 2001年7月号をもって休館。テレビ君との共同編集により発売された。2001年9月号増刊と2002年1月号増刊が発売。2003年7月30日に増刊号として発売された。2003年12月号以降は本市の別冊付録として付属している。2005年3月25日創刊 以前は、奇数月発売の各月間であったが、2011年6月号以降は、月間となっている。2007年5月25日に、コロコロコミック創刊30周年特別企画として、創刊。1977から1996年に、連載されていた漫画の一部を掲載した、大人向けの雑誌。10号に分けて発売された。 2010年5月創刊。ハイパーコロコロコ,ロコミックがあったと同様のコンセプトで発売された。しかし、2011年11月の発売を最後に長期休刊状態になっている。2014年10月15日にコロコロコミックの増刊号として発売。かつて本誌を愛読していた中学生3.40代の大人をメインターゲットにしている。 2019年夏号より年3回の発売。2021年春号をもって紙媒体による観光を終了し、電子媒体へ移行。2019年1月25日送還。未来からやってきたミラクルなコロコロをキャッチコピーにしており、未来の本誌で連載を狙う読み切りを中心に掲載し、また本誌連載作品の未来を舞台とした番外編も収録される。 創刊当初より、本種は、ホビーメーカーの宣伝的な要素を強く含んでいる。主な宣伝手法として、ガンを取り扱った漫画の存在が挙げられる。ブームまでに足らず終了したものもあるが、多くは子供たちの間でヒットした。ブームのレベルとしては、バクテンシュートベイブレードの場合、どこに行っても手に入らないほどの品薄状態が、 約半年間続くなどといった現象が起きている。ポケットモンスターに関しては、いち早く最新情報を掲載したり、ミューをはじめとする限定ポケモンの配布を行うなど、特に力を入れている。漫画に関しても、最古産のポケットモンスターを筆頭に、これまで数多く連載されてきた。毎年夏の映画公開が近づくと、 劇場版を漫画化した作品が2から3ヶ月にわたって連載される。ただし、ドラえもんとは異なり、続きは劇場で確かめようなどと表記され完結せずに終わり、コミックスでのみ結末が収録される。後に、ドラえもんも同じように結末は掲載されなくなった。また、ホビー系商品を原作にした漫画の場合、デュエルマスターズのように作者の意向とは、 無関係に、新商品に合わせて、漫画の展開を大きく変えることがある。コミカライズはしていないものの、セロレーティング C のゲーム、モンスターハンター、フォートナイトの記事を掲載している。当時の紙面内では玩具を、ほとんどの場合、ホビーと呼称することが、一般的であり、おもちゃや、玩具呼ばわりされることに関しては、基本的に否定的である。また、 コロコロに限らず、小学館の学年資格誌や、テレビくんなどでもホビーの故障を用いている。ホビーゲーム千葉和春個人、福島進江、平山高志黒川和彦三浦拓司横田清久上安行、七代目編集長、愛称相模ネーター、2004年。二千十一年、村上高和田誠秋元竹秀初代はコロコロ、FC で、 その後、天久聖一とサイクロン、猿橋の二人で、コロコロバカデミ、コロコロ超ランキングなどが掲載された。現在このコーナー枠は、ハガトマンションになっている。2002年5月号までの長い間、このコーナーは、雑誌の最後に掲載されていたが、次の6月号からは、情報コーナーに内包という形になった。こうした、 雑誌全体の読者コーナーの他にも、個別の漫画作品やホビーごとのコーナーが設けられることもあり、会員証やバッジなどが雑誌の付録や投稿掲載の景品として用意される場合がある。創刊号から続く読者コーナー。途中何度かのリニューアルを行い、今が春や松本重信など、後にホビー漫画でヒットを飛ばす作家が、 カット絵を担当したこともあった。好評だったが、2001年1月号をもって23年間の歴史に幕を閉じた。一部のキャラクターには、神様、失調など、代々受け継がれた者も,もいた。途中から点数制を導入し、掲載された作品には点数をつけ、点が増えるとそれに応じた商品がもらえた。ただし、1から5点まであるとされていながら、 ほとんどのハガキは1点であり、全作品中最もインパクトがあった。よって2点、3点進定とコメント付けで掲載された作品が数本存在したのみである。構成はかなり自由で、レイアウトも迷号のように変わっていた。決められたコーナー以外にも様々な投稿ハガキを取り上げており、いくつかのコーナーはその中から始まっている。主なコーナーへとセトラ。 コロコロ FC 終了後、がっかりしないでくれと、天久ヒ聖一とサイクロンサルハシが手がけたコーナー。コロコロバカデミー、小学校の問題を読者が間違えて答え、それを応募するコーナー。このコーナーから、身近なものを間違えて答えたり、歴史上の人物にニックネームをつけるなどという方式が生まれた。採用者には、下敷きとノートが送られた。 一度だけ番外編が連載漫画と同じページに掲載されたことがある。2011年1月22日には本コーナーに掲載されたネタを収録した書籍子供の発想。コロコロバカデミベストセレクションがアスペクトから発売された。登場キャラクター主なコーナーコロコロ超ランキング読者の選ぶナンバーワンをはがきで決定するコーナー。 世界一の小国ビリケツ王国が良い意味での世界一になるため、ランキングを行い、1位に輝いたソシナを国宝と定めて国を世界一で埋め尽くそうと宣言する。2004年4月号から9月号までの6ヶ月しか掲載されず、次のコーナーの紹介はなかった。作者はバカデミーと同じ山久聖一とサイクロンサルハシ。内容は、 好きな食べ物嫌いな食べ物など、読者の意見を集計した、ランキング、うるさい人ベスト3など読者が作ったベスト3、不細工で金持ちと、ハンサムで貧乏どっちがいいかなど、正反対の意見で、どちらが支持が多いかを募集する3つのテーマに分かれていた。なお、テーマにそぐわない意見も、番外として掲載されたことがある。全コーナー以上に、下ネタが増え、 投稿数も減少したことから半年で打ち切りとなる。掲載第1回では、先生になってほしい有名人ランキングで1位を獲得した花輪が出演した。超ライン打ち切り後に始まった、勝つ直人の復帰作。それまでの路線とは大きく一転した。地球の生死を決める戦いだったが、実は、ごっこだった。スタジオのセットは公演になっていた。 2004年10月号から2006年9月号まで連載されていた。コーナー登場人物、ハガキ伝説バカベンチャーを検証して、2006年10月号から2010年3月号まで連載されていた。予告ではイラストが谷口や美だったが、連載時からはよろずやふじみの助になった。なお、コーナーは以下の通りである。 2007年12月号をもって終了し、2008年1月号から内容はそのままで、ようこそ、ハガキアニマルの森 Z にリニューアル。Z の略は、増水、ゾウリムシなど、毎回変わる。また、2009年12月号からは内容を一新して、ようこそ、ハガキアニマルの森セカンド Z に、再びリニューアルした。 2010年3月号の最終回で再び、メンバーが、ご飯大好きらに戻ったためタイトルが再び、ようこそ、ハガキアニマルの森 Z になった。登場キャラクター以下、メンバー変更後含みすべて読者募集キャラクター。メンバー変更後2009年11月号で、ガムが、村長に就任したのと同時に、メンバーが入れ替わった。ご飯たち曰く このままじゃ絶対この漫画終わるよ。コーナー、アニマルの森の光景として、2010年4月号から2012年7月号まで連載された。担当は公平。コーナー主要登場人物、ハガトモマンションの光景として、2012年8月号から2015年3月号まで連載された。担当は、竹内いぶき。人ミナルの光景として、 2015年4月号から2017年4月号まで連載された。担当は、記載、千里氏。ポストの奥まで送って、旧の光景として、2017年5月号から2019年3月号まで連載された。担当は、ラーメンワーカー。ハガキ島の光景として、2019年4月号から2020年4月号まで連載された。担当は、 ベラボー。ハガブラの光景として、2020年5月号から2021年4月号まで連載された。担当は引き続きベラボー。探偵コロコロスクープの光景として、2021年5月号から連載中。担当はト山ヤマ淳。武器館部が推理する事件のトリックなどをクイズで答えていく読者コーナー。漫画は黒、洋淳一。 毎月、正解を当てた応募者の中から10名に商品が送られる。2007年11月号をもって終了した。主要登場人物1992年夏から1998年9月号まで、上記の読者コーナーとは別に、本詞の真ん中あたりのページに掲載されていた、読者コーナー。スチャドラパーが編集を務めた。イラスト四コマ漫画は、 すもとあゆめが担当。一回ネタを掲載されるごとに、一万ダラを授与される。五万ダラ集めると、T シャツ、十万ダラ集めると希望のゲーム機が、商品としてプレゼントされた。なお、百万ダラでも、もっと素敵な商品が、商品として当たることになっているようだったが、誰も、その掲載回数に達することはなかった。最高掲載者の横岡剛は、 ぴょこたんとして、漫画家になり、コロコロコミックで連載も持った。また、このコーナーを担当したスチャダラパーはコロコロを題材に、した歌、コロコロなるままを発表した。主なコーナー読者が考えたおやつを紹介するコーナー。1994年から1995年まで、巻末に掲載されていたコーナー。今が旬による漫画で、 漫画執筆の基礎知識を紹介するとともに、読者から送られた、ドラえもんを題材とする、テーマ別の4コマ漫画を掲載していた。連載終了後は、テントウムシコミックススペシャルより、単行本も発売された。漫画アカデミーの代で、電子書籍化もなされている。登場人物登場人物2017年5月号時点での、本誌累計発行部数は4億冊を突破している。 1980年代までのコロコロ編集部は、小学館本社近くの貸しビルに、漫画家たちが泊まり込みで漫画を描ける、執筆室を用意していた。初代編集長である、千葉和春の発案により、資金繰りの苦しい若手漫画家たちの、編集部までの交通費を浮かす等の理由で設けられた、もので、利用した漫画家たちは、 お互いの原稿を手伝うなどして、横のつながりを深めていた。執筆室の常連だった漫画家には、高谷、賢治、長井範明大林香る、小林達よらがおり、当時はまだ新人で、アシスタントとして出入りしていた面々には、徳田ザウルス、飛鳥昭ア岩田・和久安江・康次らがいる。漫画執筆のみならず、 執筆の合間の食事、様々な話題の雑談、酒などの楽しみもあった。高谷賢治によれば、執筆室は、夢と情熱に溢れた若い漫画家たちの場であり、当時の仲間たちとの交流はその後も続いており、執筆室はいわば、時はそうのような存在だったという。2017年に創刊40周年を迎えるに、あたり、 創刊40周年記念プロジェクトを展開している。40周年だよ。コロコロオールスター小学校は、YouTube コロコロチャンネルで、配信の40周年記念ウェブアニメ。登場キャラクタースタッフ各はリストコロコロコミックに、関するカテゴリー。ありがとうございます。